ブラックショーツ28番、今年ゲームキャプテン務めさせていただく永谷です。今年の個人としての目標は、関東リーグ1試合でも多く出場し、チームの勝利に貢献することです。もちろん試合でキャプテンマークを巻いてチームを引っ張っていくことと、あと、自分の年齢がやっぱり中盤ぐらいな、ブラックショーツでは若い方なので、やっぱり年齢の高い先輩たちを少しでも刺激して、より良いチームを作っていけたらと思っています。